サンドの飯のスニーカー好き、どうもバスケットマンです。そんなあなたにはインにはフェイス。はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ポン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 ということなんですけども、私ですね、久しぶりにスニーカーを買ったんで紹介したいなと思います。行ってみましょう。レッツティップ。ってことなんですけど、今日紹介するスニーカーはこちら。はい、ってことなんですけども、久しぶりに買いましたね。いや、オレンジなんですね。ということで開けてみたいと思います。はい、ボン。ということで、いや、かっこいいじゃないですか。これは来たね。今日紹介するスニーカーこちら、エアジョーダン1 AJKO。 イエーイ。ダン。ってことなんですけども、いや、活かしてますね、これは。はい。AJKO ですね。若者なんかアジャコとか呼んでるんですけど、まあ、アジャコじゃないです。AJKO ということで、シカゴカラーめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。もちろん私は、オンラインで、まあ、外れて抽選。AJKO がそもそも抽選中ことかありえないんですけども、はい。で、定価1万後半ぐらいしてるじゃないですか。そもそもね、AJKO 一番最初に出た時は1986年なんですけども、確かね、7000円後半ぐらいで出てたんですよね。それが今や2倍以上。いやー、ちょっと時代おかしいっすね、本当に。で、2014年にね、シカゴ復刻してるんですよね。で、今回が3回目の復刻ということで、いいですよね。まあ、2010年のなんかね、ちょっとヴィンテージ加工されてるシカゴカラーの AJK もいいですけど、まあ、14年なんか、バカバカ AJK を復刻しちゃって、鬼のように余ってたにもかかわらず、今じゃ余らないという、まあ、余らないとは言いつつも、まあね、プレネでね、2000円ぐらいちょっと出せば買えちゃう、スニーカーですね。いや、もうリラックロッキーでしたね。まあ僕はね、クーポン使って、はい、スニダンで購入しました。もう最近スニダンですよ。買えないんだもんだって。ね、クーポン使ったらね、もう定価以下ですよ。やっぱ二次流通でクーポンも使っちゃうと、はい、定価以下で買えると思って、定価以下、まあ、ほぼ定価、まあ定価以下だな、ほとんど。はい、AJKO なんですけども、まあこれはね、どういうスニーカーなのかっていうと、もうここでは散々説明してるんですけど、また説明しちゃいますってことなんですけども、はい、1986年ですね。最初僕ね、結構昔の動画で88年って言ってたんですけど、最初の88年だと思うんですけどね、86年っぽいですね、どうやらね。はい。でね、通常のジョーダン1買えないから、コストカットしたね、若者にも買えるようにということでキャンパス仕様になってるわけなんですよ。はい。そしてね、AJ と言ってるのにもかかわらず、エアは入ってないということで、はい、こちらのソールでバンダルのソールになってますね。バンダルソールだから入ってないんですよね。そしてキャンパスバンダルということで、コストカットしたにもかかわらず、今回1万後半だけコストカットしてない。全然、ほんとレザーと一緒じゃねえかよってことなんですけども、で、今までの AJKO とちょっと違うのは、ここがね、なんかね、レザーなんですよね。まあレザーっても合皮ですけど、いや、なんか元々だったらちょっとキャンパス生地だったと思うんだよな。今までのはレザーになっちゃってんだよね、ここね。本当に悲しいです。ここもちゃんとね、キャンパスにしてほしかったな。確かキャンパスだったはず。うん。でもやっぱりシカゴカラーだからかっちょいいよ。本当に素敵すぎるぜ、これは。いいね。ということで、ちょっとね、履いてみたいと思います。はい、ってことなんですけども、やっぱね、かっこいいよね、シカゴカラーは。本当に
ほんと軽いしね、やっぱりね。まあでもちょっと雨の日は、ちょっとね、危ないな。レザーじゃないからね。染み込んじゃいそうだしね、ここね。汚れがね。まあだけど、まあ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 、かっこいいね。本当に。だから晴れの日とかね、もう夏はヘビロテですよね。全然蒸れなそうですしね。で、白赤で可愛いじゃないですか。で、これバリバリ履いてやろうと思ってます。ということで、久しぶりにスニーカーを紹介したということ、紹介してないです。久しぶりにスニーカーを買ったということで、今日紹介したスニーカーは、ジョーダン1、AJKO シカゴでした。また次回の動画でお会いしましょう。See you! レッツゲー!